あ、ごめん。いや、別にお前に用はないんだけど。いや、たまたま今、クラスの前通りかかったからさ。いや、いるのかなと思って。いや、別にそれだけど。何か用があったわけじゃないし。なんで来たんだよ。いや、見つけたって別にこっち来なくていいだろ。関係ないじゃん、そんなの。っていうか、今誰かと喋ってたでしょ。じゃあ喋ってこればいいじゃん。は？ いや、勘違いしないでくれる。だから、ただ移動教室の時に通っただけだって。僕はただ見てただけで、お前がこっち来たんだろ。お前こそ何か用があったんじゃないの？ちょっとやめろって。なんか随分楽しそうだったじゃん。さっき喋ってたでしょ、他のこと。いや、いいの、ほったらかしで。早く行けよ。うるさいな、本当に。違うって言ってるじゃん。あのさ、お前なんかに嫉妬するわけないでしょ。いや、別に怒ってるわけじゃないよ。いや、まあいいんじゃない、そうやっていろんな子に愛想振りまいてさ、楽しそうに話してればイチャイチャしてればいいんじゃない。だから違うって言ってるじゃん。何？じゃあ、お前だってなんでこっち来たの？いや、別に用がなかったら来ないでしょ。何？なんか用があったんじゃないの？用がないなら来るのよ。そりゃ僕も同じか。いや、別にいいでしょ。顔見たかっただけじゃダメなの？もう何度も言わせないでうるさいな。だから顔見たかっただけ。だからただクラス覗いただけなの。お前が言わせてんじゃん。なんでここまで言わないとわかんないんだよ。ほんといい加減にして。何？何？これが壁ドン？だから？ あのさ、壁ドンの意味わかってる？いや、全然できてないじゃん。あのさ、壁ドンっていうのは、こうやってやるんだよ。どうした？恥ずかしそうだね、なんか。自分でやったつもりが、なんで僕にやられてんの、逆に。お前面白いよね、ほんと。いや、さっきまでのあの自信満々の顔がどっか行っちゃってるじゃん。そんなに照れて可愛いね。なんか僕に言うことある？ん？なんか言うことあるんじゃない？言いたくないならいいけど。まあさ、これから
あんまり他のこと喋んないで。喋ってもいいけど、あんまりイチャイチャベタベタしないでよ。なんでじゃなくて、するなって言ってるの。わかる？わかるだろ、お前だって。別に特に意味なんてない。意味なんてないけど、ただ嫌だから。お前のそういうとこ見たくないから。お前の意見なんて関係ないよ。僕が見たくないから。僕の言う通りにしてればいいの。言うこと聞かないんだったらさ、ここでこのまま続きしてあげようか。なんでそんな慌ててるの？ どうしたの？照れてる？照れてるならさ、されて嬉しいの？じゃあ、言うこと聞いてくれたら、またしてあげるからさ。だから、言うこと聞いてよ。だから、別に嫉妬とかじゃない。お前に嫉妬なんてしない。ただ、なんか気に入らないから。だから、やめてねって言ってるの。わかった。わかったね。今度見かけたら、また同じようなことするよ。まあ、自分勝手。まあ、そうかもね。そうかもしれないけど、だって、こうでもしないとさ。分かったならいい。じゃあ、今日も帰り一緒に帰る。分かった。じゃあ、迎えに来てね。当たり前だろ。なんで僕が行かなきゃいけないの？じゃあ、待ってるから。じゃあ。